余裕そうだな、これは行ったな、これは。よしよしよし、さあ来ました、8の1最終エリアってわけじゃない、ワールドじゃないけど、もうちょいでございますね。はい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 、オッケー。クッパの野望はね、コミュニティに打ち破れたりっつうことでなんですけど、あのあれなんだよね、偽物なんだよね、あいつも影武者だ。オッケー、進んですわ。 ありがとうございます。もうめっちゃ進まさせていただきました。いやもうだいぶね、あのね、ぐだってしまいましたけど、でもワールド6に比べればね、だいぶまだいいんじゃないかな。そこまでぐだってはならない。なんだお前は、終わりなさい。お、お前は出てこんでいい。出てきたね、お前だよ、お前なんだよ、お前。ここ飛び越えよう。オッケー、走り抜けよう。オッケー、ここはダッシュジャンプでいいね。それ危ないよ。うわ、なんだよあいつ、まだいんのか、前は。どんだけ出てくるんだ、ここ。うわ、なんだあいつ、こんなところにもいんのかよ。危ないよお前、危ないよ。もうよいしょ。で出てくるから、何かしらよからぬやつが、はい、これで倒れなさい。貫通すんな、お前。貫通、ちょっと待って、お前、な、ま、ふざけんな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 、なんで当たってんだよ。待ってよ、待ってよ、やめてよ。危ねえよ、危ない、危ない。うわ、ふざけやがってあいつ。いや、オッケー。出て出て出て、なんか出て、危ない危ない危ない。トラップ出すな、トラップ出すなし。危ない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 。大丈夫？落ち着け、落ち着け。いいよ、ゴールでしょ、もう一回け。まだか、長いね。2、1、2、完璧。オッケー、ここどう？オッケー、ワンアップ。これキノコだよね、確か。ここやばいやばいやばい、パワーパワーアイテム来た。いらないいらないいらない、取っちゃダメ取っちゃダメ、いらないいらないいらない、あっち行きなさい。え、あ、風が吹いてきたと。はいはい。お、あ、ここに隠しコインか、回収しとくか。わかりました、直しときます。な、やばいやばいやばいもん出てきた。いらん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 。オッケーオッケー、お願いします、お化けさん、直しといてください。あれ直しとかないとね、致命的ですよ、あれ。結構致命的なバグだと思います、あれは。さすがに特に隠しアイテムないかな。あー、あれ行っちゃダメだね。いや、嫌なやつが出てきた。帰る、オッケー、よしよし、治りました、本当に。さすが、っていうか仕事が早い、お化けさん。やばい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 、もうハンマーボルスいきなり本気出してんじゃん。やばいよこれ、危ねえって、危ねえって。なんかあるな、あそこに。はい、なんかあるよ、ここ。何、うわ、毒だ、毒キノコの山。いや、あー、オッケー、帰ってくれたね。そんな毒キノコいらねえんだよ。なんだこれ、ここ入ればいいのか。失礼します。ほいほい、洞窟ステージ、ほいほいほい、あ、こんな感じなんだ。とりあえず数を調整する。あれ、こんな感じだっけ。あら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 、いや待てよこれ、戻されてるな。あれを叩かないといけないっつうことね。 OK、 この辺は大丈夫、この辺のテクニックが養われて。なるほど、ここがセキュルとか。うわー、そういう仕掛けだったか、ここ貫通しすぎ。そうですね、あの、あるとあるゲームのあれだね、ゲーム勢からすると貫通はね、トラウマですよね。八野さん、おい、オッケー、やるよ、やれなかった。オッケー、やるよ、やれなかったわ。もう一回来て、避けて、やるよ、バイバイ。でジャンプします、そい、オッケー。本当に正規ルートですから大丈夫ですよ、お化けだぞさん。このね、マリブラ2にはね、こういうねギミックがたくさん。やばいなお前は。ちょっと待って、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 早く倒そう。バイバイ、やばいやばい、倒せない、さい。やばいよ、やめて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 、あーあーあー、倒せない倒せない、はいはい、せい、ちょ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 、早く倒れなさい。オッケー、赤のこの子を倒さんって感じね。およいしょ、うわー、急に走ってくるだけや。でも8の2まではルートが分かったから大丈夫だ、いけるいける。これけど Z 軸を直したお化けさんの言葉を信用すると大丈夫。オッケー、倒せない、どうしてだよ、あいつ何者だよ。少じゃん、もう一回で隠しアイテムが出て、倒れないかな。よし、 OK、 ナイス、ジャンプ OK、 ここそい、しっかりとジュゲムがいるから倒そう、倒せないがなんとかしよう、倒そう OK、
1時間で 3600×3 本のショート動画と、あ、違う、1時間で3600本分のショート動画と動画投稿と生配信がご提供されますよと。それが24時間でございますね。はい、ありがとうございました。できるわけないでしょうがここ踏むか、今危ない、今だ、もう一回、もう一回、やだやだやだよやだよやだよ、お前いつまで来るの、いつまで遊びたいのお前は、俺お前と遊びたくないんだよ、マジでやめなさい、マジやばい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 マジやばマジやば、頼む頼む、危ねえ危ない、お前なんかある、なんかある、やばいやばいやばい、あ、バカが来ました、バカが、バカ来た、バカ助かった、よかったよかったよかった、うわ、バカ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 、いきなり走ってくんなよお前、はいはい、うわ危ない、お願い、お願いです、やめてください、お願いです、やめてください、もうお願いです、やめてください、ごめん、やめてください、あ、なんかある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 、なにこれ、なんか出てきたよ、あ、ダメです、取っちゃダメです、これはスルーです、はいはいはい、厄介そうですね、どうやって行く、ここだいぶやばいな、ここアドリブ力を活かせ、アドリブだ、オッケーで、やばい、バカ来た、バカ来た、バカ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 、よし、オッケー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 、あか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 よし、オッケー、はい、よーっ、あー危なすぎだよ君たち、いい加減、いい加減にしろよ、いい加減にしろよお前ら、ここよけて、危ねえ危ねえよ、で倒す、はい、バイバイ、なんで当たらないの、なんで当たらないですか、なんで君は俺の攻撃に当たらなくて君のハンマーは俺に当たるんですか、今度こそ倒れなさい、バイ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 、当たりなかった、の仕様です、うわちょー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 、やばいやばいやばい、追い詰められるよこれ、クソだクソだ、メットなんかダメだよ、こんなこんなも信用できないよ、もうよし、はい、行きます、はい、バイバイ、オッケー、セイ、上げてジャンプゴール、やっとクッパ様のお城に来れた、やったー、もう残機がないよ俺、いけるのこれ、はあ、下に降りて、下に降ります、まずは、はい、さあ右にジャンプしたら届かないのかな、届くかな、届かねえ気がするんだよな、このまま飛ぶと結構いけるかな、行ってみていいですか、右にこのまま飛びます、行きますね、せーの、はい、イエーイ、やっぱそうだよね、右にちょっと飛んで左を引っ張りいいはずだけど、なんでできないんだろう、感じに行かないといけないのよ、俺さっきこうやってここで壁スリスリで行くと感性が失われてスッて落ちちゃうから、こう行ってこう行かないといけないんだよ、こう行ってこう行く、こう行ってこの動き、この動きができれば勝ちですっていう感じです、やります、行きます、あーほほほほい、できるのこれ、オッケー、いけた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 、なんかわかんないけどいけました、ありがとうございます、なんでいけたかさっぱりわからないけど、明日までに考えておいたり置かなかったりしておきます、とりあえず先に行きます、せいで、ここも若干迷路になってたはずだから、しっかりと正規ルート通らないとクッパ様に会えないから、しっかりとね見ていきましょう、やばい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 まだよまだよ、今です、で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 、あそこ下池だったっけ、確か下に池でしたよね、あれ、まず上に一旦行こう、せい、オッケー、やばいよやばいよ、あーほほほい、遅いな俺、オッケー、バカめ、というわけで鬼畜ステージの登場です、はい、オッケー、ここ間
待ちます。ぴょーん。いやちょっと待って、なんでジュゲムもう出てるの、勘弁してマジで。ジュゲムの復活スパン早すぎません？ちょっと一回気持ちをリセットするためにキーボードクラッシャーの大パンしましょう。正確さが大事、正確ナンバーワン大選手権。ジャンプ狩りしてくるからジャンプ狩り気をつけて倒す。 OK、トゲゾウがちょっとどっかしっかりと消えてから3秒ぐらい待てば消えるはず。 OK。 うわちょっと待って、新たな PAK が来た。ちょっと待ちなさい、ちょっとマジ。ゼロー、よーし。何がいけないんだこれ、これくらい、こういうこと。オッケーオッケー、いけた、なんかわかんないけどいけた。セイッ。でここは多分そこの土管入らんっていかんよね。いけるこれ、こうして、まだよまだよ。セイッ、オッケー、よし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 。水中ね、はい、クッパ城にも水中ステージがございますよと。はいはいはい、これは一緒だね、この辺はワンの時と。オッケー、あ短い、ラッキー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 。せいや、あーここね、はいはいはい、このね、あのステージ見たことあります、ここ、これ何回もやったことあります。どうすれば正解なんだろう。あーオッケ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 ー、いけた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 、おゴールいけるんじゃないかこれ、ゴールいけるんじゃないかこれ、いけるんじゃないいけるんじゃない、希望が見えてきた。オッケーオッケーオッケー、お前らごときじゃやられんぞ、お前らごときじゃ俺を倒せない、お前らごときじゃ無理だ、俺を倒すことはできない。やばい、お前どっか行け、頼む、イカはどっか行ってくれ、イカちゃんどっか行って、やろう、倒すよ、倒すよ、おい、うわ、やめて、やだ、助けて、うわ、助かった、うわ、ふざけんなよ、隠しブロック、孔明仕掛けんじゃないよ、おっと、時間ない、走ります、さい、何、あ、ルートが違うのか、時間がない、マジでやばい、これでどう、これでクリアしたいんですが、暗証ですね、はい、行くよ、出ないなら行くよ、俺行くよ、大丈夫、出ないね、信じるよ、行くよ、出てこないね、約束したね、行くよ、はい、うわ、ここです、いやいや、これぐらい、いや、いや無理じゃないこれ、ダッシュジャンプだな、ここダッシュジャンプできます、ナイスステージを本当に見てるだけでも力む。それわかります、いけ、オッケー、これでいいんじゃ、えこれじゃないの、うわ危ない、やばい、下と、これです、いやここです、場合によってはね、ゴリラになることもね、決断が大事、いや待って、お前屈強動がおかしい、お前はどういうつもりだ、 OK、 下行きます、 OK、できた、もうゴールでいいよね、どう、ちょ怖い、炎が怖い、はい、で、何これ、時間がない、行きます、はい、どうりゃ、まだあるの、ちょっと時間がない、やばい、時間がない、早く、これぐらいです、オッケー、で出てくるから宿敵が出てきた、ゴキ残した状態できた、これぐらいです、いや決めます、はい、よっしゃ、あ心拍数が高まって、ちょ見えない炎を出すじゃねえよ、見えない炎を出すな、お前バカ野郎、見えない炎、うわ、ふざけんなよ、見えない炎を出すんじゃねえよ、お前、
で大丈夫、何もないね、いくよ、はい、頼むよ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 、お願いだよ、もうもうやめて、もうもうもう頼むよ頼むよ、はい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 
あかんね、あ、時間がない、時間がない、時間がない、見えない炎がダメ、見えない炎がダメ、見えない炎がダメ、時間がない、見えない炎がダメ、やばいやばいやばい、意味がわからん、いけいけ、やめなさい、透明、いや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 、近いな、お前は近い、近い、見えない炎はダメだって言ってるじゃん、見えないの、見えないのはどうにかしてよ、見えないのダメじゃない、本当にどう、うわ、一個残ってた、ちゃんだったんだよね、これぐらい、あーほー、これぐらい、あーほー、ここしっかりと見た上でいきます、はい、ナイスじゃん、あーほー、ひょー、全然実はね、心的にはまだ余裕なんですよ、一番本当に心が折れそうな、タイミングで行くのが正解だ、ここここ、いやー、かられるか、喉も渇いてんだ、飲み物もよこせ、フレッシュなね、飲み物をよこせ、下からくぐろう、今、いやーダメか、せい、やら、ダンギー、もうだだよ、もういいよ、オッケー、速攻で行くとね、ここ、いやー、なんで起きた、やばいやばい、ちょっと待てよ、着地がりすんだ、お前はぴょん、オッケー、うわー、してる場合じゃねえ、バカチー、これぐらい、じゃー、待て待て待てよ、どうにな、見えない見えない、見えねえのダメって言ってんじゃん、ここ行くか、いや無理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 、もうもう、これです、はいはい、3210、デレレレレレレレン、デレレレレレレレン、デレレレレレレレン、ゼロ、では次のニュースに参ります、受験虫死出、はい、謎の緑のあのつなぎを着た男によって落とされました、そして謎の緑の男はここで墜落するということが始まりました、以上ニュースゼロでございました、ゼロ、これぐらい、いやー、これ、カメ飛んじゃダメだよ、そんなに話がちげえじゃねえか、約束したじゃん、あそこは飛ばないよって、はい、というわけでもう一回行きます、はい、はい、はいはいはい、よいしょ、 OK、 踏み倒す、よし、ファイ、 OK、 OK、踏み倒すって聞くと毎回借金確かにそういうワードもありますよね、踏み倒すっていう、でもあのそれ知らず知らずにあの過去生きてて敵を踏み倒した時に、まあそのまま今やっちゃったけど、踏み倒すっていう、あの敵を踏みつける時に踏み倒すっていうね、言葉がね今でもねその語り継がれたままになっちゃってるんでね、このままね流用してます、俺のワード、うわー、オッケー、ナイス、うまい、いいよ、はい、いいよ、ここは踏み倒していい、はい、ここは飛び越える、 OK、 落ち着け、よいよいよいよ、はい、ここはね飛び越えます、はい、降りてツッコミの飛んで、 OK、 飛んでよし、はい、フリーラン、フリーランです、はい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 、そろそろブレーキで、ここでマッチングして、ちょっと待ってね、タイミングミスっちゃった、タイミングをミスったが大丈夫、ここで OK、飛びます、 OK、 飛び越えていく、難所、難所に到着しました、俺です、下から抜ければいいってこと、ハンマー振らしたら下、 OK、 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 OK、
画面が消えた。何これ。あーよかった、やった、いけた。ビーチーズペイズウィズキングダムセーブドハングリートゥーレイジーワンオーリーヒーロー This is your trip of a rogue friendship 1000 point adept for each player left。 OK クリアできたやった、ありがとうございます。おまけさしのよこさんできた。さあ隠しルート行きましょう。33分33、あ、そんな時間だった、そんなゾロ目でした俺ゴールした瞬間が。できた。キノピオちゃんはあれちゃんと7人いるんだな、1のワールド1から7人分で。じゃあ最後のメッセージ見に行きましょうか。これでさあ来ました、 With one game ラスト1機でね、必ず9の4まで行くことが条件です。ミスんだよ、ミスんだよ頼むよ。ここでミスったら終わりだぞ。いいな。ちなみにワールド9は一度でもミスると最初からになるんでね、絶対ミスってはいけません。慎重にいきます。失礼します。はいはい、クッパ様 P チームはルイージさんありました、助けに行きましょう。ダメです、それは許しません。さあつうわけで絶対やられないように慎重にいきます。やられてしまったら全て台無しなんでね。はい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 、気をつけていきましょう。あー危ないよ危ないよ、上通れないこれ。はい、というわけでこっからも水中ステージです、ずっと基本的には。さあというわけでね、敵さんもしっかり出てくるのでやられないようにいきましょう。 OK、 気をつけてよ気をつけてよ。はいはいはい、さあ最後のねエンドメッセージを見に行きますよ。いやー10ゲームもいるのか、怖いな、ここ怖いな、やめてよ、マジで怖いからやめてよ。ニュースゼロしましょう。残機を増やさないことではね、安定安心できません。3、2、1、ゼロ、よし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 、オッケー、怖かった。敵に攻撃食らってゲームオーバーになると1の1からやり直しになるんで、隠しメッセージ見るどころかまた最初から遊ぶことになってしまうっていうね、地獄が待ってます。皆様に、ね、地獄をお付き合わせさせるわけにいかないんでね、必ず確実にいきます。超まずい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 、はいはいはい、超まずい超超超超超まずい超まずい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 、怖い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 、超まずい、あかんってあかんってあかんあかんあかん、怖い怖い怖い、帰れ帰れお前、やめろお前、お前やめてよ本当に、やばいやばいやばい、いや通れる、あバカめ引っかかったな、10ゲームバカめバカめ、じゃあ10ゲームじゃん、トゲゾ引っかかった、あいつ通れるこれ、大丈夫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 、うわ怖い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 、あダメだダメだよ、それ失敗したら朝までだな、そう失敗したくないんですよ絶対に、失敗したくないからね、いつも以上に慎重に動いてます、もう怖すぎるもん。ここで失敗してさ、やっちまったぜベイベーなんてさ、笑えないっすよね本当に。よし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 、確実にニュースゼロ決めましょう。ゼロー、よっしゃい、ちょっとずつ残機を増やしていきましょう。オッケー、いやめっちゃ手叩いたからめっちゃ拍手したんですけど、手がちょっとビリビリしびれております。さあ慎重に行けよ、今じゃ考えない鬼仕様、そうなんです、考えられないぐらい鬼仕様なんでね、だいぶエグいっすよ。これはジャンプ台何、これ何もないのか、これはいはいはい、ここ飛んでよし、これなんだろう、まあでもリッチアップキノコってことはないと思うから無視しよう、ゾロ目はキープしときたい。ここは確か上から行くのが正解です、ここ下行くとね確かに地獄が待ってるんですよ確か、ここ上からねショートカットしないとね、あれここじゃなかった、あれここじゃなかったっけ、なんかやべえ、ほらいたほらいた、やべえやつやべえやつがいるんですよ、やべえやつがいるからこっから行かないとね、でゴールなんですよこれで。そうクッパが出てくるねステージで、しかもクッパの BGM なんですけどこんな感じなんですよ、外のフィールドなんですよね。そうなんでこんなに詳しいかっていうと、過去にここでやられたもん8年前あの残機がねえ状態でここ行ってクッパに出鼻をくじかれ、俺は絶望したもん OK
つうわけでここはもうボーナスステージです。もうここはね最後にねスタッフさんのメッセージを見るステージとなってます。さあ何が出てくるかね、もう皆さんね分かりますね。はい、はい、最初あって書いてありますね。ああが書いてありますよ。で次はリリが書いてありました。で次はガッと書いてありますね、カタカナで。でここでトが出てきましたよ。で最後にウが出てきました。びっくりマークが入りました。というわけでこれでボーナスステージは完全攻略でございます。じゃあゴールしますね。ちゃんとゼロの数字に揃えていきます。いはい、クリアです。というわけで9の4面ね、こんな感じでクリアになって、じゃあ次はどうなるかっていうと、これはね見てのお楽しみです。どうなるかねお楽しみにしてください。ありがとういただきました。ちょうどね、というわけでまた9の1に戻っちゃうんですね。もうこっから無限ループしちゃうんでね、もうこれ以上いくら遊んでもねもう何もないよっつうことでまたここに戻されてしまいます。いやどうも夜だ。というわけでスーパーマリオブラザーズ2ね、振り返りながら動画の方ね作っていきましたと。いやー長かった、6時間45分か。いやだいぶ長い旅に出てましたね。15時からかな、15時からあの時はスタートさせて、21時でちょっと次の予定が入ってたから一旦区切って、で再開が24時4時だったよね確か。24時その日のうちの24時に再開して、でなんとかそこから45分ぐらいかな、45分ぐらいでなんとか全ての工程を終えることができたよってことでね、最後のありがとうメッセージも見ることができました。いやこうやって振り返るとね、いやいろいろとこいつとんでもねポンコツして沼ってたなとかいろいろと思い当たるところがあって、いや見ながらねやっぱね、自分の動画をね見ながら振り返るのやっぱ面白いなっていうね、もう感じますし、ちょっと恥ずかしいなともあるんだけど、まあでもね面白かった。あとはちょっと一個お詫びがございまして、動画の方こちらの前編からだいたい2ヶ月ぐらいですかね空いちゃったんですけど、後編の方今回無事に上げることができました。はい、いや正直ごめん、モチベが結構下がっておりました。まあ前編が実はそこまで好評じゃなかったらしくてだもんでちょっとねモチベを落としてしまっておりました。まあでもまあやっぱやるからにはやるっていうのと、やっぱ自分でね自分の配信のやつ、ライブ配信の内容を振り返るっていうのもね悪くはねえかなっていうことでね、今回なんとかね無事に貸し切って動画の方をね作りました。まあ他にもたくさん配信してるもの、ライブ配信でさ耐久したのたくさんあるけど、まあそこはねちょっと時間やっぱかかっちゃってるから、あの編集に、まあ、今回のも2桁時間ですね、10時間以上は普通にかかっちゃってるんで、他の耐久派の配信か、あの辺のやつ多分まとめようとすると多分それぐらい時間かかるから、結構根気が必要になっちゃうから、まあもうちょっと編集を雑にすればいいんだけど、いや俺のポリシーが許さねえんだよな、それ生き様ポリシーに反するんだ。というわけでまあまた次のやつは気が向いたらまた配信のやつね、またこんな感じでまとめて皆さんにね紹介できたらいいかなと思っております。というわけで一旦こちらね締めさせていただきます。じゃあ俺はねここで抜けるぜ、また会おうぜ、バイ。スーパーマリオブラザー2を9面クリア、ちびしばりの方ね無事にクリアさせていただきました。ありがとうございました。長かったっすね、6時間45分のプレイ時間でした。お疲れ様でございます。猫さん本当にお化けさんありがとうございました。あと見ていただいた皆さんね本当にありがとうございました。長々とね付き合わせてしまいまして、つうわけでこれでてスーパーマリオブラザー2のね9面クリア、ちびルイジ縛りの方をね終了したいと思います。ではまた会いましょう、バイ。お化けさんおやすみ、猫さんおやすみ、皆さんおやすみ、じゃあね、また。